笑顔が全然やってない。あ、やべ、ボタン持ちいいわなってきた。中がちょっと前、中までな、とろけないで意味ないから。あ、やばい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 、だいぶ膨らんだ。でもあ、見て、溶け出した。なんか穴開いてる、下の方をちょっと味見して。うん、完璧、過去で一番美味しい。うん、今までで一番美味しくさせたわ。今日はヤマト食欲と私に出てくるポンカツ丼風なものを作っていきたいと思います。まず簡単です。エビ天かすをお好きなだけ入れます。結構ぎっしりのせてたよな、イラストで。こんな感じかな。こちら大々をたくさんいただいたので自家製ポン酢を作ってきました。このポン酢をちょっと、汗もたくさんかいたのでちょっと多めにかけたいと思います。かつお節と風がなくてよかったよね。鰹節と最後にこれですね、緑色を演出するために
青さこ、青のりですね。これをたっぷり、歯が真っ青になるぐらいかけますよ。これで完成。じゃ食べてみたいと思います。溺れそう。うん、うまい。天かすめっちゃ美味しい。ポン酢も上手にできました。酸味がね、大大の酸味が効いててめっちゃ美味しい。山って結構カロリーを使う、消費するので、もう天かすてんこ盛りでもいいかも。米もね、めっちゃ絶妙にね、硬すぎず柔らかすぎずで、ポン酢をよく吸ってちょうどいい具合に炊けました。今日みたいにお天気がいい時にね、外でご飯食べるのはね、本当に気持ちがいいです。またね、山に来たらいろいろと山ご飯動画を撮っていきたいなと思うので、ぜひ楽しみにしてください。バイバーイ。うん、めっちゃうま。あー、超おいしも。うん、こりゃいいね。まこれなんか見た？いやいや、思いつき。なんかでもたまにさ、ココアにマシュマロ、なんていうん、マシュマロ浮かべてるやつあるやん。うんうんうん。コーヒーにも合うんやろなって。めっちゃうまいやん。単純にな、ほぼお砂糖やもんな、これって。うん、晴れてるから日がどこか分かれん。あ、来た。あんまり焼きすぎたらあのボタンもちいわなるで。でもこっち側が全然焼けてない。あ、やべ、ボタンもちいわなってきた。中がちょっと中までな、とろけないで意味ないから。あ、やばい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 。だいぶ膨らんだ。でもあ、見て、溶け出した。ちょっとちょっと、すごいよ。焦げ食ってる。でもうまい、これすごい。あー、すごい綺麗に溶けてるわ。あ、美味しい。